コントでお悩みを解決、お助けコントと。私はコールセンターで働いているんですが、お客さんからのクレームが絶えません。会社へのクレームなのに自分が怒られているような気分になります。だって理不尽なことを言われると頭の中がモヤモヤするよね。どんなコントになるんだろう。それじゃレッツコントと、では実際にケーキ屋さんに入ったひどいクレームは何だと思いますか。はいはい、菊田。生クリームが少ないよ。あー、なるほど、ありそうだね。はいはい、酒井。スポンジが硬いよ、石かと思った。あー、ありそうだね。まあいろいろ出ましたが、それでは実際にこのクレームを言った元クレーマーの加谷さんに答えを伺いましょう。加谷さん、お願いします。はい、実際に私が言ったクレームこちらです。なんで天ぷら売ってないの？なんで天ぷら売ってないの？こうクレームを入れました。これ見てどう思った？どう思った？わけわかんないです。そう、わけわかんないよな。わけわかんない。これ不思議なこと、俺もわけわかんない。その時言ってた記憶ないんだよ俺。これ後であなたこういうこと言ってましたよって言われて、え、何これって思ったの。天ぷら、そう思ったの。正しいよ、感覚すごく正しいな。だからこういう話の通じないクレーマー来た時どうすればいいか、どう対処すればいいか、すごいなって思いなさい。すごいな。そうそう、すごいなって思いなさい。わかる？すごいなって。天ぷら、これどこから来た、この文章どうやって考えた、すごいなって思いなさい。ただ重要なのはすごいなにとどめておくこと。わかる？ちょっと踏み込もうとすると持ってかれるぞ、クレーマーに心が。クレームとディスタンス取ろう、クレームディスタンス。 OK、 わかった。じゃあ次にクレーマーがクレームを言うとき何を考えているか、どういう精神状態なのかを知ってもらいたい。どんなだと思う？ムカつく。ムカつく、なるほど。お前は？もっと言ってやりたい。なるほど、本当はこれです。お願いします。実際にクレーマーにアンケートを取りました。そうすると 60% のクレーマーがこう思ってることが判明しました。こちらです。私は何をしてるんだろう。もうこんなのやめたいのに 25%。 ほとんどのクレーマーがもうやめたいって思ってんだよなあ。え、先生は何だったんですか？先生、これ恋とかしたいなあだ。実際恋することとかできてここに立つことができてる。わかるか？これを見てどう思った？クレーマーという生き物はどういう存在か、どう思った？切ないと思いました。切ない。正解。クレーマーは切ない生き物なんだよな。だから優しく見守ってあげないと。こうもこうもな、クレーマーを。喋れる赤ちゃんな、喋れる赤ちゃんって思う。そしたら優しく見守れるから。わかる？伝えたいのは俺これだけ今日。ありがとう、はい、お前らいい顔してたよ本当に。今日は以上、ありがとう。ありがとうございました。お前メモ取った？取ってない。取った？取った。え、取った取った。理不尽クレーマーの言うことは真に受けないのが良さそう。いや、勉強になったな。